さあ試合再開となります。後半は大阪府警のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは大阪府警の77番小田、大阪工業大学出身のプレイヤーが務めます。佐藤建設にはリターナーが2人入りました。47番と26番が配置され、25番が配置されています。25番は堀江、一橋大学出身。47番は古川、県立広島大学出身。さあ手前にいる選手がリターンします。8番右オープン突進、果敢に相手ディフェンスに突っ込みまして、自陣40ヤード地点を確保しました。勢いつけるリターンをしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ8番の林田、大阪体育大学出身のプレイヤーです。後半最初の攻撃は佐藤建設となります。佐藤建設自陣40ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック15番左スプリントアウトからワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、このパス通らず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ進んでセカンドダウンと変わります。佐藤建設セカンドダウン10、ボールオンは自陣40ヤード。さあ今度はランプレーです。何バック3番ハンドオフを託され、右オープンを展開、約7ヤードのゲインとしています。何バック3番は佐藤、一橋大学出身。佐藤建設自陣47ヤードからサードダウン3。さあ中央のランプレーで突破を図りますが、しかし大阪府警ディフェンスに殺到しまして、このランプレーほとんどゲインなくフォースダウンと変わります。ここは大阪府警ディフェンスエンジンが奮起しました。佐藤建設フォーメーション変えまして、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣48ヤード。このパントは大阪府警陣20ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして、今度は大阪府警の攻撃となります。ボールオンは自陣19ヤードにセットされました。この位置からの攻撃となります。大阪府警ファーストダウン10。ここで大阪府警はオプションプレーを選択。クォーターバック自らキープしまして、約5ヤードのゲインとしています。見事なオプション判断をしました。クォーターバックの8番は菅野、阪南大学出身。大阪府警セカンドダウン5、
ボールオンは自陣25ヤード。今度はフルバックのダイブプレー。何枠22番託されまして密集点を突破、約2ヤードのゲインとしています。大阪府警自陣27ヤードからサードダウン3。サードダウン、ここでクォーターバックリードオプションを展開しようとしましたが、バックがアサインミスしまして接触して約2ヤードロスに変わっています。この結果大阪府警フォースダウン5の状況となりました。オフェンスのプレーはサインプレーとなっているため、そのサインの解釈を間違えるとこのようなことが起こります。大阪府警フォースダウン5、パントフォーメーションを選択しました。このパントはほとんど距離が出ず、自陣脱することできませんでした。大阪府警陣45ヤード付近での攻守交代となります。さあこれにより佐藤建設相手陣45ヤードの絶好のポジションから攻撃開始という形になりました。このチャンス佐藤建設生かすことができるでしょうか。佐藤建設ファーストダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック15番ワイドルシーは18番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。失礼しました、ターゲット19番でした。パスを投じたクォーターバック15番は河村、岡山大学出身。取りました19番は近藤、素晴らしいコンビネーションでした。これにより佐藤建設ファーストダウン10のとなります。今度はフルバックのダイブプレー。今度は大阪府警の逆をつくようにダイブプレーから展開を始めました。これにより約4ヤードのゲインとしています。佐藤建設もこういった手堅いランプレーが持ち味のチームです。相手陣29ヤードからセカンドダウン6。さあここでイエローフラッグ、反則が発生しています。この反則果たしていずれのチームにあったでしょうか。先ほどのプレー、オフサイドの反則がディフェンスにありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。これにより5ヤードバッタイとなります。従いまして佐藤建設5ヤード前進しセカンドダウンやり直しという形になります。佐藤建設セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣24ヤード。
パス成功、ファースター。クォーターバック15番、ここですかさずワイドレシーバー8番にパス、攻撃権更新となりました。佐藤建設ファースター、パスを取りました。ワイドレシーバー8番は林田でした。大阪体育大学出身。佐藤建設相手陣16ヤードからファーストダウン10。さあここでランプレーに展開します。ショットガンフォーメーションからランニングバックに託し、左オフタックルを使わせました。キャリア29番、密集点に突破を図り約2ヤードのゲインとしています。キャリア29番は上野、龍谷大学出身。佐藤建設セカンドダウン8、ボールオン相手陣14ヤード。パス成功。クォーターバック15番、プレイアクションから横にいたワイドレシーバーへのヒッチパス、8番がキャッチアンドランしまして、約2ヤードのゲインとしています。佐藤建設サードダウン6、ボールオン相手陣12ヤード。パス。ここで佐藤建設カウンタープレー、一旦逆方向に振ってからランニングバックに託す裏の方を突くランプレーを決めまして、ランニングバック29番左オフタックルを突破、一気にエンドゾーン駆け込んでタッチアウ。佐藤建設6点獲得、逆転としました。そしてタッチアウトの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。キック成功、1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ7点、大阪府警シールズ3点となりました。見事タッチアウトしましたのは佐藤建設29番の上野、龍谷大学出身のプレイヤーが見せました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。タッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。この結果アメリカンフットボールの得点は自殺点2点のパターンを加えますと2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により得点は構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして先ほど得点を挙げた佐藤建設のキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。キックオフのボールがエンドゾーンに入りタッチバックとなった場合、攻撃権は相手チームに移り、相手陣25ヤードからの攻撃と変わります。前半戦大阪府警にフィールドゴールを決められ劣勢にありました佐藤建設、しかしここでタッチダウンしまして形勢を逆転としました。さあ今度は大阪府警となります。この攻撃でその反撃となるタッチダウンを上げることができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。まずはランプレーから入ります。ランニングバック17番、ハンドオフを受けて右オープンを展開しようとしましたが、佐藤建設ディフェンス陣群がありまして、ゲイン1ヤードにとどまっています。大阪府警セカンドダウン9、ボールオン自陣26ヤード。
パス不成功。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。反則出てもらいます。大阪府警に反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスをしました。アメリカンフットボールのポジションにはそれぞれの人数制限があります。オフェンスチームは最前列に7人以上という制限があり、必然的にバックスは4人以下となります。このバックスに当たる選手が5人いた場合は必然的に不正な体型となります。しかしこの反則を佐藤建設取りません。先ほどのプレー失敗を有効としダウンが1つ減る選択をしました。反則をもし取りました場合にはセカンドダウン14の状況ですが、攻撃権が残り3回という状況になります。これよりもあえてダウンを1つ減らし攻撃するチャンスを減らすという選択をしました。これによりまして大阪府警サードダウン9の状況となります。QB スターク、クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたが、ここに佐藤建設が佐藤55番が QB スターク、パスを投じる前に仕留めました。5ヤードロスを奪っています。見事 QB サックを決めましたのは佐藤建設スタンディングバーズ55番の木村、岡山大学出身のルーキーです。大阪府警フォースダウン14となりまして、パントフォーメーションを選択します。このパントはしかしプレッシャーから蹴り込むことができず、自陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。これにより佐藤建設は相手陣38ヤードの地点からの攻撃となります。佐藤建設ファーストダウン10。さあフルバックのダイブプレーで入りました。大阪府警のお株を奪うような中央へのダイブプレー、これが決まりまして約6ヤードゲインとしています。キャリアとなりましたのはランニングバック39番の小林、一橋大学出身のプレーヤーです。佐藤建設セカンドダウン4、ボールオン相手陣32ヤード内スラーファースター、ランニバック47番トスを受けて左オープンへのスイープレー、相手ディフェンスを引きつけ見事なステップワークで攻撃権更新としました。佐藤建設ファースター。ランニバック47番は古川、県立広島大学出身のプレーヤーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして佐藤建設スタンディングベアーズ7点、大阪府警シールズ3点で両者方向を入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。